フォーマ N2002 は NEC によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。開発コードネームは Neptune にアプリケーション MPU は V850E と命名されている。N2001 をベースに iMotion に対応させた機種。メインディスプレイが UKL だった N2001 に対し、こちらは TFD 液晶が使われている。 バックライトが必要な分だけ N2001 よりも若干分厚くなったが大幅に軽量化されている。マルチタスクや i モードとメールが同時にできるマルチアクセスに対応している。現代の携帯電話では当たり前になった本体内蔵アンテナであるが、当時たメーカーで販売されていたホーマ端末は伸縮式または本体から突出したアンテナを採用する中、 本機は完全に内蔵式のアンテナを採用した。アンテナは本体最下部にあり、通話マイクの下、つまり折りたたみ携帯電話の顎に当たる部分に内蔵している。本機は端末のセット内容に予備の電池パックが1個が設定されていた。これは連続待機時間が静止時で55時間という短さであったことから、その短さをカバーするために提供されていた。 発売当時はムーバーサービスが主力であり、ムーバー端末はカメラの搭載などかなりの成熟期にあった中、本機はカメラは愚か赤外線通信機能すらない非常にシンプルな構成であった。同時期のフォーマ各端末にはそういった機能を搭載したり、ストレートデザインを採用するものもあったが、最終的には本機のようなシンプルな折りたたみ型デザインや、 スライドデザインにカメラなどを搭載する形が主流となっていった。松下通信工業との協業によって P2002 という OEM モデルも発売された。本体最下部の突出部にアンテナが内蔵された構造になっている。ありがとうございます。